僕はスキップ入れました。はいです。じゃあ逃げます。逃げましょう。ボクサー、今日の私真っ白ですね、本当にも。ナイスです。はい、ナイスです。はい、もう終わらんかった。うん、気にすんなよ、前の子。だ、なんて言った今。気にすんなよ、前の子。眉猫。眉猫。勝手なキャラ作ってごめん。まだ、スキンと合ってるんで。眉猫、まあまあまあ。そういうキャラで行くのもあり。うん、あら。ありがとう。一個、一個貸してくれてありがとう。一個貸入りました。キッチン、キッチン。パレ、パタレに。パタバ。エサボ。さすがに強欲か。あー、はい。はじけ、序盤に見た記憶がある。序盤メイン分けでしたね、ピカカドさんは。メインで分けた。メインいっぱいいましたね。左には来てなかったんですね。右にも来てない。ピカナナ太郎真由子が確かメイン分け。入った女性に入ったのを覚えてる、ピカさんが。僕はアーカイブ開きで初手シャワーの方に行ったんですけど、シャワーに後から入ってきたのは真由子さん、新様という順番で多分メインから入ってきた。だからまあ竹尾さんの証言で左に行ってないんだったらエレピに降りたぐらいしかないかな。うん、それが金庫の方に先に行ったか、なんか扉開いてたんで。あ、俺、あ、金庫室ってこと？そうそう、金庫室。あ、わ、俺です、俺、俺。あ、一番最初。コミサボの方に来たんだ、高田さん。エンジンルームの配線、コミサボが直ったから誰が直したか見てからメインホール最後。なるほど。アーカイブ脇で最終メインの女性にアルマ君と一緒です。はい。あ、そう。だ、女性に死体はないことは分かります。はい。ゲンさんはやれないと思います。はい。竹尾さんはミーティングでやったら分からないです。僕、コミサボを竹尾さんが直してくれてるのを見届けて、キッチンまで行って終わりです。ナルコさんは最終位置は、ナルコさん最終位置は、ね、キッチンの方に向かってます。セキュリティの方から通ってキッチンのところに行きます。女性で2人何してました？女性やってました。女性です。あ、まあ、そういうしかないですよ。あ、でも、まあ、本当に最後す、マジで最後、うんうん、もう完了せんまま今ボタンって感じ。そうです、僕が5秒くらいしか浴びてなくて、スナッパイさん多分もう 2,3 秒くらいしか浴びてない気がします。僕が入ってすぐスナッパイさんは入ってきたって感じ、うん、シャワーでシン様見てから行ってるからルートも確保されてます。多分その後ろ通ってるんだよ。マヨコさん多分赤側抜けてますよね。いや、抜けてないです。最後エレキまで降りてます。え、あ、そうなの。はい、エレキの7番に降りたところで終わった感じです。え、た、え、なんかピカさんの、メインで Y、 あ、ごめん、マヨコさんどうぞ。あ、ごめん、マユコはどっから降りた？それメインから、多分コミサボが入ってる間にシャワールームでアルマさんと慎太郎さんと自分が降って、はい、ってで、そっからアルマさんが先にメイン側に抜けてるのを見て、私はそれを追うような形でメインに入ってエレキに入った。ギリギリ視界以外からかな。いや、俺が女性の前でたどり着いてるところで終わりだから。ああ、はいはい、から見えそうだけど、俺ゴミ抜きをやってから行ってるから。あ、でも私高田さん見えてないっす。俺も見えてないんだよな。なんとも言えんな、そこは。はい、はい、はい、ナイスボタン。はい、ボ、なんか宿舎前でしょぼさんが踊ってました。いや、ボタン押そうかなと思ったら、ゲンさんも押しに行くって感じで一緒についていこうかなと思いました。
ちょっと聞いていいですかね。さっき浮いてる人っていました？完全に浮いてる人。竹尾さん、私も多分客観的には浮き位置だと思います。無理とは言われましたけど、しょぼさんからもう竹尾さんと別れてから浮いてます。ちょっと気になったのが、宿舎前通路の全部のドアが開いてたんで、ミーティングの方に誰か行ってたのかなと思って。ボタンじゃない？いや、ボタン押したのは竹尾さんだから、うん、そうそうそう。ああ、そうかそうかそうか、そういうことか。鬼木が行ったタイミングでもすでに開いてたってことか。はい、うん、中尾さん開けるんだったら左と下ですもんね。そうそうそう、開けたっけな、なんか開いてたような気はするんだけど。ああ、じゃあ閉まってないのか、もしかして。いや、どっちか、ちょっと待って、ね、記憶が。記憶が微妙。あ、でも、あのターンって確か、俺、アーカイブシャワーメインで移動してるけど、ドア開けた記憶が一回もないから、閉めてない可能性ある。ああ、そういうことか。うん。うん、じゃあ分かんないっす。うん。どこだ？まあ、メイン脇。まあエレキに降りた可能性が一番ありそう。まあ僕も下が一番、うん、ピカさんを、生きてるピカさんを一番最後に見たのはタロちゃんなの？いや、ナナコさんはさっきも言った通り、初めの一番脇の時に除染で入ってって、でピカさんが除染に入ってきて、でその後に俺はもうすぐ降りて、今言った通りキッチン、嘘ついた、あのエレクトリカル、セキュリティで最後キッチンまで向かってるっていう手順なんだけど、僕は多分ピカクロスさんが途中でメインからいなくなったって感じですね。遅れて除染とかいろいろやったんで、でシャワーに入ったから、おそらく奈良子さんの後をピカクロスさんが降りていったとかで、まあ奈良子さんが切ったか、真横さんが後から切ったぐらいかな。ぐらいですか。うん、右側のルートを通ってるのがアルマ君、慎太郎、スナパイって3人取ってるから、はい、そこに死体がないことを思うと、ピカクロスの行動範囲は竹尾さんの後ろ突っかけて追っかけてない限りは下に降りてるはず で、その場合はなんか七子さんか、まあ、最後に降りたって言ってる真由子さんかだとは思いますよ。現です。ピカさんがもしそのルート竹尾さんとかが殺す場合って、高田さんとか私、ちなみに現はエンジンの上がラストなんですけど、とかで死人があると思うんですよね。うん、僕も見れてると思うんで、エレキが濃いかなと、エレキ方面が濃いかなって思ってます、うん、ピカさんの鬼。僕もそう思います。うん、思考は落としておこう。竹田さんも高田さんもキルしてたとしてはなかなかお見事ですよね。死人が一切ないわけなんで。ダサコスさん、川田さん、いい、もうこれ現行犯でいいと思います。畑迫さんです。あら、うん、もういいですか。今貨物の方から、貨物診察っていう形で畑迫さんが今走ってきたんですけど、貨物と診察の扉のあたりに高田さんの死体が転がってました。あら、うん、なのでもう私自身は確定です。もう、あ、じゃあ一生できる舞妓さんだったのかな。まあローラーでいいんじゃないですか、ここは。じゃあここでついでに使用します。スワッパーです。またしてもどう、ちょっと今度は何とかしたいな。あ、スワッパー別に自分を絡めなきゃいいでしょ。なんか素材子さんに普通に満票集めたらいいんじゃないですか。変わりません、絶対触りません。私もスワッパー絶対したくない。これじゃあ、スワッパーしていいと思います。他のなんか関係ない、他の人でします。他の人にします。そうそう、なんかアイコンが移動するのが見えたりわけなんで、別に、はいはいはい、そうそうそう、対抗いないんですよね、スワッパー。うん、僕も高田さんと、真由子さんすれ違ってるんですけど、真由子さんが高田さん切ることは不可能なので、追いつかないといけない、うん、追いつけないんですよ、真由子さん後ろから来てるから、うん、で診察にタスクないから、うん、だから畑迫君だと思います。畑迫さんって1キロ目浮いてるんでしたっけ。なんかスマホ直してキッチンまで抜けたっていう人だったみたいな話でしたね、うん、確か、うん、でそこからは浮いてるみたいな、最後で。なんかあれ、切れる位置ではあるのかな。ピカさんがキッチンまで抜けて切ったみたいなのはある。うんうん、それだった場合って何個か抜けてない。抜けてない、抜けてない。死にされてるはずだし。ただ、その3視点で犯行不可能、可能そうな位置は他にいなくて。
いないのかね。可能そうな位置。でも、まあ、真横さん、これ、ハサカさんが本当かどうか知らないですけど、まあ。セルフ以外ありえないってことですか。今回ですか。あ、そうです、今回、今回。そう、他の位置あらわ。一応ね、あそこら辺に神様とかトイレにいた、多分源さんだと思うけど、あの辺の人はいたから。ラウンジの七子さんも。源さん、アルマさん、そう、七子さんあたりがいたから、その辺が僕が通り過ぎた後に、扉開けてる高田さんと交差はしてるんで、そこで僕がすれ違った後に切っているか、真横さん、もうセルフしかないですね。佐々木さんでも後ろに我々いるんで、結構難しい感じはしますけどね。まあ、とりあえず、今回、スナパイさんと七子さんが入れ替わります。はい。はい。まあ、スワッパーは確定したから、白石ではある、うんうん。っていうか、あんまりかな。とりあえず覚えます。3464。イエス。カメラ見るか。アルマさんエンジン、アナコさん石油。はい、はい、はいはいはい、はい、シャワーの下の方で竹尾さんが死んでました。シャワーの下の方、シャワーの下、はい、停電前の段階で沈殿済みで死んでました、うん、停電直前、停電の直前ですね。停電の直前の段階で、マイコさんめっちゃ移動してるね。ん、うん、めっちゃ移動した。まあでも、まあもうスーパーなんで、スーパーやから、うん、あ、まあまあまあ、これアルマめっちゃ怪しいな。キッチン、展望キッチン、武器庫、コックピット、コミマイ通路、エンジン、メインって言ってて、誰とも会ってないです。で、一応もう完全に浮いてるんで、スニッチ使用しておきます。次で絶対終わります。オッケーです。ちなみに、次で絶対終わるから震えてます。あ、どうぞ、ごめんなさい。終盤、アルマさんがエンジンで左から右に行くのを確認しました。あ、見えてます。カメラでした。あ、ありがとうございます。はい。あ、カメラか。はい。停電前か。慎太郎はほぼずっとエレキにいたんですけど、七子さんが停電前にエレキに下ってきましたよね、メインから。はい、そうね。あの、俺のルートはエンジン、メイン、エレクトリカル降りて、アーカイブ、あ、じゃあアーカイブじゃん、あのセキュリティのところで最後、あの、ゲンさんと見合って、あの、はい、カメラのところに見てる。あれ、私カメラに映ったお二人とも結構やれそうな位置です。あれ、七子さんって最初金庫室一緒じゃなかったでしたっけ。あ、一緒。ハエがいたって覚えがあるんで。おい、誰が早いねん。いや、その、いや、そうよ。あの、多分スナパイさんもいた、金庫には。七子さん入れたいな。七子さんしかいなくないっしょ、できる。さっき言おうと思ったけど。舞子さんがもうスワッパー確定したし、高田さんも殺されたし。だからね、俺視点はね、もうそれに関して、いや、もう浮き位置二度かかっちゃったからしょうがないかなと思うけど、ピカさんがエレクトリから降りてねえんじゃねえかなと思ってんだよね。うん。降りてない場合は、そうなると鬼木が嘘ついてることになるけど、鬼木も死んでます。鬼木、うん、ってエレクトリカルに降りたって言ったんだっけ。鬼木左です。に行ってる、ね。左側で来てないって言ってて、で右側はもう3、4人で証明してる。慎太郎アルマスナファイで証明してる。あえて申し上げます。私エンジンが最終だったんですよね、あの日。なので、うん、あのメインから、エレキじゃなくて、で右でもないんだったら左抜けることになるので、エンジンにいる私が殺そうとは殺せるんじゃないのっていう人は一応成り立ちますけどね。メインで暗室入ってたとか、でその後武雄さんがみんな誰もいなくなってから左に抜けて最終エンジンで検査が切ったってことぐらいしかもうないと思います、うん、めちゃめちゃレアケですけど、まあ、もしくは武雄さんがやってて今回殺された人外かだけど、うん、まあ、それでも一応落ちてるしな。そうですね、そこで一応落ちてると思うんで、うん、あとはインポスタージャッカル残って、まあサイドキック頑張ってって感じですね。でサイドキック頑張って頑張ってサイドキック、人外使用されて帰られましたけど。タスクは残り少ないんですけど、結構点在してるんですよね。はい。
やばい、浅いプレイが。治った。はい、おう、あら、あれって真横って死体スルーした？スルーした。うん、そう、自分がもうスワッパーであるっていうのを皆さんに分かっていただいてるから、じゃあ容疑者を探そうと思って奥まで見たらスナパイさんがいたから。違うでしょ、今の言い方だと俺が犯人みたいじゃん。いや、分かんない、分かんない。状況説明すると、初号機で停電を直しました。他に停電直した市長の人いますか？いません。はい、OK です。でその後僕がミーティングに上がって奥のタスクをやって戻っ、あの停電が 直ってるので戻ったら、真由子と左、ミーティングに上に上がってきて左に走ってくる真由子と、タスク終えて真ん中に戻ってくるスナパイがボタンの下あたりで交差して、でゴミ捨てのところに死体があった感じです。はい、ゴミ捨てのところにありました。だから真由子が死体スルーしてないと絶対おかしい挙動なので、まあ、スワッパーだから疑わないけどって感じです。うん、真由子さんがサイドキックされてる可能性は追います？あ、可能性ある。あ、それはまあ追われてもしょうがないかもしれないです。うん、このターンでスワッパーできるかどうか待ってる暇がないね、その場合は。だとしたらダナコさんがジャッカルでサイドキック頑張ってって言った真由子さんが今キルしてる、してで真由子さんがサイドキックされてた場合は今普通の人のはずなんですよ、能力的には。なので、うん、いや、スワッパー発生しないね。そう、あ、そうですね、今日スワッパーの真由子さんがスワッパーするかどうかをもう見せていただければ、ね、多分そこで使用証明は取れる。でも時間がないんじゃない、多分。ん、一応スワップできます。ただ、まあ、ミーティングの上のキルなので私視点は、まあ、慎太郎さん無理かなが出せるのと、はいはいはい、あと、まあ、私視点はもうスナパイさんがもうタスク割るよっていうスニッチをガン待ちしてたに、はい、もう全然あるなと思ってるので、ジャッカルの可能性は全然あるのかなっていうふうに思ってます。はいはい、これ今度こそ真由子さんに投票集めるのはダメですか？真由子さんもじゃあ一存でスワップさせたってこと？怖っ。真由子さんに入れます。じゃあ真由子さんに入れて、真由子さんが怪しい人を一人連れて、怪しい人に、真由子さんが、はい、本物のスワッパーであれば一番人外っぽい方を、うん、はい、できます。それめっちゃいいと思う。俺に来そうだから嫌なんだよな。じゃあ入れてください。入れるね。3視点だと誰になるんだ？そこの議論が進んないですよね。スナパイさんしても真由子さんじゃないですか？はい、スナパイさんです。やっぱりマジで違うよ。これ自分に入れてもいいんですよね。これ自分に入れればいいのか。自分に入れるのが一番いいはず。はい、まあ、そうなるよね。そうなるのか。じゃあ違うんだ。だからすいません。マジで違います。そうな。一応サイドキックじゃないですっていう主張です、これで。はい、証明です。うん、あったら。リアクターなってるから。タスク勝ちいけそうなんだけどな。凛太郎さん、しょぼすけさんってことは右に真由子さんでしょ。うんうんうん。あ、すいません、ボタン、はい、一応押すべきだと思ったんで、はい、押しました。はい、タスク終わりました。僕はもう終わります。次のターンにちょっと残ってるんすよね。真由子さんちょっと長そうでしたね。だから、まあ、真由子さんがもうスワッパーの確定してるので真由子さんを基準に話を進めるべきだと思ってて、はい、で、ミーティングは初手でしょぼすけゲンが奥のタスクをやってたと思ってて、合ってますよね、さっきのターン。さっきのターン、ああさっきね、はい、さっきのターンス、誰だっけ、アルマさんがシナターンで、僕はゲンさんが先に降りて僕はその後すぐ降りてて、はい、で、そのままシャワーアーカイブの方に行ってます。ゲンさんがいた気がする。あの日はでも私結構もうミーティングでタスク終わってすぐ降りた記憶があるので、うん、僕もそれについていってる感じですね。でもこれって最悪、あ、すいません、残り1侵害が何もキルしてない可能性ってありますよね。
あるあるあるし、今のリアクターの鳴り方からして基本的には私ジャッカル1残りだと思ってるので、私も同じくジャッカルか、うん、まあ、サイドキックはなので3キルされるまでは大丈夫かなっていう感じですね。60秒か、60秒で舞妓さんが終わるかどうかが重要かなと思いますが、微妙いな。でも自分が多分ボタンがあるような覚えがあるから押せば、うん、伸ばせなくはないかな。うわどうだろう、結構残ってるんですよね割と。これはもう僕の完全な予想なんですけど、はい、奈々子さんがジャッカルだった場合って奈々子さんが接触できる人物とか誰か覚えてる？それこそゲームとかになっちゃいますね、うん、だって私カメラ見てたし、アルマさんとあの奈々子さんの二択になった日、奈々子さんは終盤にセキュリティに来られてました。うん、いやでもわかんねえや。どうしますこれ。まあ本当にハタサコスナパイ2ロを7個ジャッカル現サイドキックとかが一番ありそうだけど、うん、根拠ないんで、うん、釣れないかな。ちょっとスク勝利の方が丸いと思ってますかね。正直は分からないので頑張ってタスクします。ちょっとレポート連打しながら走ります。はいはい、申し訳ない、頑張ります。うん、1分半で終わるでしょ。何？うん、ほい、どうぞ翔介さん主張があれば。いやもう源さんが目の前でキルしてました。目の前で、目の前でキルしたのに即レプするんですね。わかりました。え、ダメなんですか？タスクで勝てるのであれば即レプせずに20秒ぐらい待ってから。あ、まあそうか、ごめんなさい、それは確かに。すみません、場所はどこですか？場所は昇降機右です。昇降機の右側です。いやでも源さんの言ってることは本当なので、それは僕が、うん、まあでもそれはとっさにレポートした可能性もあるから。あ、僕は右直して上上がったらもうゲンさんがキルしてて僕がレポートしたって感じです、ちなみに私の、まあ、主張というか視認情報は、しょぼすけさんがリアクター右にずっとおられて、私の真横さんで左右側に向かったんですね、メイン経由で。で真横さんが上で待機、私が下に降り、しょぼすけさんがいるにもかかわらず右が直らないので、私は端っこを降りたら直り、その後しょぼすけさんが弁当方面に1回行かれてすぐ U ターンして戻ってきて、でその後まゆこさん、まゆこさんね1個前のターンでダウンロードやられてたんですよね。なので多分途中で終わってなかったんだと思いますが、そのダウンロード始めたまゆこさんをしょぼすけさんが切り、うん、この場でレポートという形です。いやー、うん、正直フラットなんですよね。僕はまあ、一応話すと、一応慎太郎さんが左直してたので、僕は左回りで右から行って、右直して、はしごがあったら、源さんが下ろしてたって感じです。うん、それは合ってると思います。途中、昇降機あたり、昇降機じゃないや、エンジンあたりで源さんと僕はすれ違ってます。私は、即レポの部分を、まあ一応、長介さんのクロスとしては最大に提出しますね。私だったら少なくとももうちょっと待ちますし。今こうして舞妓さんのタスクが終わってるかどうかあんまり分かんない状態で議論が進んでるがゆえに、慎太郎さんは多分悩まれてると思うので。いやこれスキップで30秒にかけるのもいいんですけど、多分私もありだとは思いますけどね。ただ舞妓さんがねダウンロード終わってるから分かんないんだよな。本当それは僕が悪いんで、全然スキップを選ぶ場合はもう全然僕はタスク終わってて、
まあ、かつ僕もそうこの場にいる全員がタスク終わってるから、はい、チェイスで勝てる気はするんだよな、うん、あとしょぼすけさんが右に行ったのは慎太郎さん見られてます？ただ見てます。遅くないですか？私慎太郎さんが左にいるのを確認した状態で右が詰まったっても直らないから右に行って、あの宿舎前から、初号機右に行くまでぐるって回る時間多分かなりありましたよ。いやすいません、スキップにします。ちょっと決めらんないこれは。僕はスキップ入れました。はいです。じゃあ逃げます。逃げましょう。逃げます。逃げます。すいません、決めきれない。です。ジャッカルなんで。はいどうも。よかった。はい、よかった。今のは。ええ、まああれは決めれんよな。いや、まあ、なんもないもんね。もね。何もないな。ごめんなさい、あのやばいですって言った段階で5つ残ってたんですよ、ダウンロード込みで。すごい。いや、わかるわかる。今3つ終わったんで、最後のターン。言ったら怒られるかもって思っちゃうよ。いや、ダウンロードアップロード残ってるのすっかり忘れてて。いや、しょぼさんごめん、プレミしちゃった。いや、全然。最後かっこよかったな。最後の逃げますのシンクロがちゃんと、うん、逃げますよね。いやあれなんかもうあのシンクロで負けちゃったなって思ったの。完全にショボスケさんキャラだったからな。そう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 。逃げますってハモってた。ショボさんそうですね。ジャッカルだから大変っすよね。う視野も狭いし。何が来るか。そう、うん、見つかんない。あのサボもできないから、その中で逃げる取んなきゃいけないですもんね。うん、これってあのショボスケさんがキルしたミーティングの死体をスナパヤさんがスルーしたみたいな。そうなの感じあですか。ははははは。まあ、でも砂川さんサイドキックとしての役割はすごい。うんうんうん。いやあそこね、うんとね、サイドキックも残り1になったスニッチの位置が見えたんですよ。あるまくん今死んだなっていうのも分かってたのに、なんで俺そこに行っちゃったんだろうっていうのが確かに、ね、実際あるの分かっててなんで近づいちゃったんだろうと。スワッパーが強かったですね。ミーティング待ちしてましたよね、アドマさんのことずっと。